シャンティクリア、シャンティクリアはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置く男性アンサンブルグループである。大学院で音楽学を専攻していたルイボットーは卒業後ルネサンス音楽の発展の可能性を現代で見出そうとメンバーを集めて自身も含めた男性のみのアンサンブルグループを結成。シャンティクリアというグループ名はジェフリー・チョーサーの カンタベリー物語にあるチャンティクリアとキツネから取られた。初めて監修の前でアンサンブルを披露した1978年が創立年とされている。初期は十分な活動費用がない中、アメリカ中をめぐるツアーを観光するなど、精力的な活動を続け、美しい歌声と技術の高いアンサンブルで世界でも注目されるようになり、2001年のグラミー賞ではに、 無文受賞するなど、高い評価を得た。創立当初は8人で構成されていたが、現在はメンバーを随時入れ替えながら12人が基本となっている。また、ルネサンス音楽だけでなく、現在では、ジャズやポップスなど幅広いレパートリーを所有し、世界中でコンサートを行っている。ありがとうございます。